クルシューナからカルパチェボへ続く森の小道。隣の村の学校へ通う子供たちの姿。私たちの歩いている道はローズヒップとブラックベリー、香ばしい森の花たち、雑草が生えていて、心癒すハーブで彩られた草原を通っています。半世紀後、この道は村人の記憶により再び昔の姿を取り戻しました。クルシューナ村から舗装道で走り、分かりやすく記された道へ変わり続けていきます。次の 3km の間でいろいろ自然と歴史の見どころを案内していきます。この道は植物が豊かで、野と森の花たちと動物が好きな人には大変おすすめの散歩道です。この地域は香ばしい癒しのハーブで満ちています。村の上にある高い岩石で、ブルガリアの保護動物に指定されている黒コウノトリのカップルの2つの巣があります。他の羽毛の移住者は岩石の白チョウヒワシで、地元の人にはガシトゥルカと呼ばれており、オオタカとトビの仲間です。この道はマーラタという地域を通っています。ヘブライ語では山水という意味です。やはりすべてのカーストの地形で知られている種類がこちらで見られます。ウズ、くぼみ、ドリーネ、グラス系、ピナクル、ウバーレ、多様な洞窟空間と、実際に設置されたはしご、橋や案内板がなくなれば全く通行不能になります。石灰岩面の下に曲がりくねる狭い道は、ブルガリアのベテランの洞窟探検家に限られている最も印象的な水中洞窟の一つにつながっています。ルートはカルパチェボ村へと進んでいきます。16世紀頃、この場所でオスマントルコ帝国の防築業者が移住したという理由で、ユルクレリという旧地名が付けられました。その後、社会主義時代にこの村の有名な住民であり東波詩人のカルパチェフ・フリスト、その方の書いた歌曲どん底とバルカン山騒いでという意味のシュメーテ・デブリ・イ・バルカーニという有名な歌詞の名に改名されていました。この村に保存された石垣と乾燥した石積みの古典建築様式は特徴的です。